Hey, what's up? 山本です。私は今台北に来ております。龍山寺の近くにおりまして、先ほどまで台湾の滞在しておりました。皆さん前回の動画ご覧いただけたでしょうか。初心者向けに参考になる予定を組んだつもりだったんですけども、途中から僕の色ができすぎてなんかちょっと違うなって思ってしまったのは私だけでしょうか。大変申し訳ございません。今回お届けする動画ですが、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のある元ビリーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回利用する航空会社アモイ航空になりまして、行き先アモイになります。以前もアモイ航空乗らせていただいたんですけども、わけわからないぐらい安い金額でホテルまでついてくるというような状況だったんですけども、もちろん今回もわけわからない金額でホテルまでついてきます。最終目的地はアモイではないんですけども、前回マニラからアモイ経由大阪というフライト17,000円ぐらい買ったんですけども、今回はそれよりも安いです。いいのかアモイ航空ということで、前回よりも安くてさらに乗り継ぎ用のホテルもついた今回の動画ぜひ楽しみにしてください。今回の便は19時55分、ソンシャン空港発アモイ行きのフライトになりまして、あと2時間半しかないんですよね。なので早めに空港行かないと私やらかしてしまう気がします。そしてアモイ航空で一つだけ残念な点、オンラインチェックインできないんですよね。むしろ座席指定とかも含めてできなくて空港でやらなきゃいけないんですよ。とりあえず急いでソンシャン空港を向かいます。乗り換え、再び乗り換え。それよりもね、ここでレタス作ってんですよすごいな、地下鉄の中でレタス。もう一度言います、地下鉄の中でレタスを作ってます。メトロフレッシュすごいな、もうただそれだけ、すごいしか言えない。地下鉄でレタス、まさかまさかのもの見つけた。ポータマおにぎり、最後の乗り換え、あとここから5分ぐらいかな。だから龍山寺から30分ぐらい着いたのか。到着、この後はチェックインしましょうか。今回国際線になりますので、国際線国内線で出口がちょっと違います。あとは座席の部分だよね、どうなることやら。窓側確保できますように。そういえば以前来た時、この奥無人カフェと、あと無人カラオケあったんだけども、あ、まだ無人カラオケ使われてないですね。ここ無人カフェになっております。この後は国際線なのでこっちになります。そして本日のフライトですが、これ国際線出発でもう出発したやつがありますので、今搭乗中なのが四川航空、成都の天福空港行きなどなどと進んで続いてて、僕が乗るのが一番上にありますアモイ航空のアモイ行き MF882便、今チェックイン行っておりますので、チェックインカウンター2番向かいましょう。こっちです。今日2度目のソンシャン空港でございます。もう夜になっちゃったか。とりあえずまず荷物、コインロッカー付けてるんですけども、先チェックインしますわ。チェックインして座席を確保した上で荷物をまとめて荷物預けてっていう流れを組みたいなと思います。やっぱり窓側死守したいんですよ。今回座席指定できなかったので、アモイ航空前回もそうだったんですけども、座席指定ができなかったりオンラインチェックインできないという不便さがあるのが残念ではあるんですけども、ただめちゃくちゃ安いからね。今回は前回の大阪マニラからアモイ経由の大阪よりも安いからね。なのでこの安さには変えられない。しかも LCC じゃないというところがいいよね。おっとアモイ航空並んでますね。まあ、ただ並んでても私上級会員のステータス、イタエアウェイズのなんちゃって上級会員のステータスありますので、この列をワープしてまず先にチェックイン行きたいと思います。一般レーン20人ぐらい並んでますけども、上級レーンは2人だけです。ここからチェックインしていきます。今日お客さん乗ってるわ。この紺色はもうすでに指定済みなんですよ。でブロックにはなってますけど、もちろんこんだけブロックされてたら窓側が開放されますので、どっかもう窓側だったら、まあ、一番後ろ取りたいよね。67の A だとか L だとか、まあ、それが一番前とかでも逆にいいかもしれないですよね。こんな乗ってると思わんかったな。やばい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 。何かというとパスポートロッカーの中なのでこのままチェックインできない。急いでまず荷物回収しないと。窓側死守するために私はここまで急いでおります。あーやばいわ。コインロッカーついた。これ30番、息上がるわ。日本語、アイテムを取得する。ピンコード、領収書に記載されているパスワード、
ちょっと待って、領収書あるよね。ありました、ありました。領収書見つかったんだけども、急がないと。結構座席埋まってきてるので、このままだと窓側が死守できない可能性が。パスワード251350、確認。早くして、頼むから。え？次の手順、右のキャンセルボタン？うん、追加で120。たけ、しょうがないか。よしと、これで開きました。なんとか荷物ゲット。そしてさっきより並んどる。ただ今チェックイン中です。果たして窓側刺繍できるのか。あ、sure, of course. No lighter, but no. Please use in priority pass. Yeah.またこのパターンか。今回イタエアウェイズの番号をそのままアモイ航空に紐付けてるんですよ。一応アモイ航空スカイチームなので反映されてるはずなんですけどね、上級会員じゃないっていう体で今全ての物事が進んでるんですよね。プライオリティタグもそうですし、上級会員なんで1個プラス1個、なので2個無料で預けられるんですけど、お前は1個しか預けられないだとか、プライオリティタグ付けられないだとか、まあいろいろありましたけど、なんとかご覧の通り付けられております。なんとか荷物預けました。スーツケースも無事に通過。いってらっしゃいませ。ソンシャン空港、自分で荷物預けた後に問題がないか確認する必要があります。例えば預け入れができないモバイルバッテリーなどがあった場合は呼ばれます。そして出さないといけないという二度手間になりますので、皆さん気をつけましょう。チェックイン完了しました。こんなはずじゃなかったのにな。なんとかチェックインも問題なく終えました。出発まであと1時間か。もっと余裕あると思っただけに残念です。ちなみにソンシャン空港プライオリティパス対応のラウンジございません。私スカイチームのエリートのステータスあるんですけども、これ上級会員ですけども、ラウンジが使えないタイプの上級会員ですので、今日はノーラウンジになります。なのでお腹いっぱい食べてきたので全く問題はないんですけれども、この後展望デッキ行こうかなと思ったんですけども、残念ながらクローズ終わっちゃったのかな。これもう時間が夜遅く7時くらいなんですよね。マジか、残念。ちなみにソンシャン空港の詳しい様子、以前使った際動画でも公開しておりますので、そちらでご確認ください。くまなく紹介しておりますので、今回は特に紹介することはできないかな。結構店も閉まってるんですよね。上行くかも。知らんかった。これよく見てください。これ椅子あるじゃないですか、黄緑色の。これ引いたらわかると思うんですけども、台北って書いてるんですよ。皆さん知ってました？初めて知ったわこれ。だから今の時間帯はね、あまり人がいないので自由に撮れますけども、日中は混み合うので、この椅子座ってるところ写真撮ったら面白いですね。台北って書いてます。セブンイレブン来てみました。このゼリー自分大好きなんですよ。カルフール、スーパーだとこれ118元します。コンビニの方が安いです。あとは街中のお土産屋さんだともっと安くて、6つで500元だとか、一番安いところは7個で500元っていうところも見ました。なのでカルフールでこれ買うとちょっと高くつきますのでね、気をつけた方がいいかもしれません。あとディンタイフォンのパイナップルケーキがバラ売りしてる。夜7時過ぎると本当にすっからかん。チェックインカウンター、到着がまだちょこちょこあるかなっていうことなので、到着の方はまだ賑わってたんですけど、出発の方はほとんど人がいないですし、今日の便も私が乗るアモ行き、あとは復讐行き、この2便のみですね。なのでここら辺は本当に閑散としてます。この後は上上がります。チェックインカウンターは下なんですけども、出発保安検査は上になりますので行ってきます。もう7時過ぎてるんですけども、まだ復習行きチェックイン始まって30分ぐらいだったのかな、並んでる状況です。とりあえず上行きますか。上来ました。そしてこのタイミングでジンバル電源切れる。急いで充電せねば。先ほどもお伝えしましたが、ソンシャン空港の詳しい様子は以前利用した際に本当にくまなく展望デッキも含めて紹介しておりますので、そちらでご確認くださいませ。それではこの後保安検査行ってまいります。出国審査も行ってまいります。保安検査、出境検査完了しました。ラウンジありますけれども、共用ラウンジが1箇所しかないんですよね。なので今回私使えません。免税店、お酒、チョコレート、こっち化粧品、そしてやっぱりね、ジンバルがないと手ぶれが目立つかもしれませんが、お許しくださいませ。どこかで急いで充電したいと思います。カメラのバッテリーもあと 2% しかありません。ソンシャン空港の詳しい様子、何度も言っておりますが、以前の時 の小野田さんと同じ便で帰ってきた時があったんですけど、その時の様子でご確認くださいませ。こんな感じのソンシャン空港の中にやっておりますので、本当にね、いい感じでコンパクトなんですよね。桃園空港広くていろいろと時間かかるんですけども、ソンシャン空港はそんなに広い空港じゃないのでちょうどいいんだわ。規模はそんな大きくありませんが、お店はね結構あるんだよな。残念ながらプライオリティパス対応のラウンジがないので、そこの部分は残念ではあるんですけれども、基本的に動線が短くて済むので、そんなに疲れない、そんなに待たない、そして街中に近い、ここが最大のメリットなんじゃないかなと。そして何よりも
アモイン航空ソンシャン空港に就航してるんだというところが驚き、もちろん桃園空港にも就航はしてるんですけれども、今日もジンバルのバッテリーもなくなるぐらい、カメラのバッテリーもなくなるぐらい、いろいろ撮影して疲れたのでマッサージ受けたかった。残念ながらマッサージも終わり、バッテリーカメラももう 0%、 バッテリー交換しないとマジか、もう搭乗始まってる、優先搭乗でサクッと乗り込もうと思った時に残念、そしてもうバッテリー限界です。マジかよ、うわー気づかなかった、もう口も回らない。わかります、シート65の B になってる、マジかマジか。皆さん B ってわかりますね、どこか ABC の B です、そうです、真ん中。うーわこれコインロッカーのあの事件がなければいけたんじゃないかな。そしてもう搭乗始まってるので、このタイミングからさすがに変えられないよな。マジか、こんな予定しなかったんだけど、まあ、この区間そんな長くないっていうのがせめても救いかもしれないんですけども、諦めて、まあ、久しぶりは真ん中、ちょっとない気持ちではあるんですけども、はあ、もういいか、あもう早く乗れっていう声かかってますので行ってきます。それでは搭乗しましょうか、行ってまいります。フィッチサイド A or Air? A A, sure シェ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 、ありがとうございます。やったやった你好，你好，你好。二列目のシートも狭いね。まあただ今日は良かった。大逆転ホームラン。本日67の L 一番後ろの窓側です。67の A に書いていただいたんですけども、物が結構ドンと置いてたので、こっちに変わっていいって言ったらいいよってことだったので、こちらに座らせていただきます。三席自由。大逆転ホームラン。座席着いてすぐお水配られました。喉渇いたのでマジで助かる。本日の機材はボーイング737の-800 になります。安全のしおりとエチケット袋、これらのみが入っておりました。先日の機材と同じかな。あでもこっちシートピッチ広く感じるな。2列目結構狭いなって感じだったんですけども、これ全然狭くないわ。でしかも隣もその隣もおりません。天国だわ、もう地獄から天国。ちなみにもともとの65列目2つ前の座席も3席埋まっただけに、これはマジでありがたいわ。ちなみにソンシャン空港上空から撮ったらあかんでいうのルールがありますので、ギリギリのところまでしか映せないということだけ伝えておきます。大変申し訳ございません。今セーフティービデオ流れてるんですけども、結構遅いタイミングだと、プッシュバック終わってトーインカー切り離されて飛行機が自走するタイミングに流れ始めました。そして鬼のスピードだわ今日、こんなスピードの時々ボンバルディア機でやったら速い時あるんですけども、ボーイング機の中で今まで乗った中で一番最速、飛行機ってこんな速く自走できんのっていうぐらい速い速度で今自走してるなっていう気がします。多分ね映像じゃ伝わらないと思うんですけども、かなり速いですよ。ちょっと間に合わなかったか、今離陸寸前の時になるあのポンポンって音したんですよ。あれマジか、セーフティービデオ途中で強制終了。ほほほ、初めてだわ。もう今まで何百回飛行機乗ってますけれども、今まででこんなのなかったよ。もう一度言いますね、セーフティービデオが途中で打ち切られてしまいました。台北101めちゃくちゃ綺麗に見えてるんだけども、これすごくないですか。ちょっと黙りますね。
番後ろの座席ですけども、エンジン音結構うるさいな。いつもの通り今マイク口元に近づけて喋ってるんですけども、その必要がないぐらい今かき消されてるっていう気がします。おそらく台北の街も離れてるとは思うんですよ。夜景がもう全然違うじゃないですか。その中でも台北101、肉眼の方がくっきり見えるね。今ソンシャン空港からそのまま東の方に進んだところにいるとは思うんですよね、位置的に。なんですけども、これ山が多いということもありますので、下の様子見るとこんな感じでちょこちょこ明かりはありますけれども、台北の街中の明かりに比べると雲泥の差。そして先ほどから言っている通り、台北101肉眼だと今本当にくっきり見えてるので、いやすごい光景だね。これは夜のソンシャン空港出発のフライトならでは。しかも右側の座席、今日当たりだね。左側だったら暗い光景しかないと思うんですよ。あと海もあったりするので。ただ右側はこんな感じも台北の夜景並びに台北101もぐるっと見えてますし、台北101もバッチリ見えてるし、また旋回したので台北101を上から今度見下ろすような画角になるわ。いやーよかった、今日は窓側じゃなくて通路側だったので、もともと本当にもう地獄から天国に行ったような気分です。最高。ただ今台北101の真横を通過しております。見えます？ちょっと引きすぎて見えないかもしれませんけれども、画面今中央に持ってきますね。今中央に持ってきました。真ん中に見えるのが台北101です。そして台北の夜景、これ真ん中に川あるの分かりますか？この川挟んで反対側新北市になるんですけれども、台北はまあここら辺かな。これがいわゆる台北市になりまして、夜景が綺麗だよね。本当にうっとりするぐらい夜景が綺麗。あとは天気もいいので最高だよ今日の飛行機。夜間だとやっぱり景色あまり楽しめないっていうところはありますけれども、逆に夜でこんな感じで晴れてると夜景もバッチリ見えるので、もう最高の中の最高です。今日はこのまま海の方に抜けるのかなと思ったんですけど、また旋回してるんですよね。なので今台湾のほぼ中央部、ここを南の方に南下しているようなルートを取っております。なのでもうそろ桃園空港見えてくるはずなんですけれども、あれかな、もしかして今画面真ん中に持ってきたんですけども、これ桃園空港かな。あれ桃園空港を探しましょう。再び旋回しております。やはり先ほどのが桃園空港だったみたいです。もうだいぶ南の方まで行ったんですけれども、ここら辺で曲がっておかないと意図的にアモイ到達できないと思いますので、あとはここから旋回してアモイに向けてまっすぐ、このまっすぐというのは語弊ありますけれども、地図を平面上で見て下に下がって右に曲がるみたいな、もう小学生みたいな言い方大変申し訳ないですけど、そういうルートを取るのではないでしょうか。そして今山の上ということもありますので、もうこれ真っ暗です。他にも台北も含めて台湾の夜景が広がってるんですけれども、シートベルトサインはまだ消えず、今ちょっと揺れてきました。今日機内食どんなもの出るんでしょうか。ちょっと楽しみな自分がいます。このタイミングでシートベルトサインが消えました。もう間もなく海に出るところで、こっち見ると明かりが見えるんだけど、これ中国本土かな。こんなに近かったっけ。もちろんこのフライト初めて乗るんですけども、こういうルートで移動したこと今までないもんな。今ここがどこの町かっていうところまで分かりません。台中かな、それともっと南かな、それすら分からないんですけど、残念ながら機内モニターも何もないんですよね。それがあればある程度分かった時に、やっぱりなんだかんだ機内モニター、機内プログラムあれば便利だよね。ありがとう台湾。もう間もなく台湾見えなくなってしまいます。本当にもうこれ奥中国本土なのかな。後で地図見て調べます。機内食の準備が終わったみたいですね。今日は前から配る感じなので、多分私は一番最後かな。時々一番最後と前から挟み撃ちで配るパターンありますよね。今回はどうなることやら。いや機内食どうこうじゃなくて、このタイミングでセーフティービデオの続きが始まりました。もう面白いわ、やることなすことさすがです。こういうのも一応ますけど、私は大好きです。ご覧いただいている通り、今セーフティービデオが流れてます。機内食到着しました。今回は前と後ろからの挟み撃ちタイプです。それでは機内食開けましょうか。あ、そういえばこの前乗ったのがマニラからアモイ、その時は
もっと軽食だけだった気するんだよな。これだけだったような気するんだけどな。今回はホットミールもついてるんですよね。なので明日のフライトはついてくるのかな、来ないのかな。とりあえず開けましょうか。本日の機内食、これポークじゃない、ノーポークって書いてますね。ノーポーク。なのでハラルだとかそこら辺もクリアしてるのかな。それでは開けます。オープン。お、いいじゃないですか。これはキャベツと鶏そぼろ、グリーンピース、人参って感じかな。あとご飯もあるし、正直僕軽食だと思ったので嬉しい誤算。こっちの箱、あ、また書いてるね、合格と。何に対しての合格なんでしょうね。それではこっちの箱も開けますよ。綺麗に開けたいんだけども、私は雑な人間なので綺麗に開けることができました。前はね、お水とパンとお菓子とヤクルト的なドリンク。今回は同じですね。スナックにマフィンに毎度おなじみヤクルト的ドリンク、あとはカトラリー、これなんだ、ザーサイ缶、ザーサイも入ってました。さすが中国。これが本日の機内食です。それでは早速機内食いただきましょうか。もう嬉しいお産ばっかりで今日は僕は幸せです。もともとは軽食しか出てこないと思ったんですけどね。ありがたいわ。いただきます。か、待てよ、辛いんじゃないかなこれ。飲み物はまだ配られておりません。最初にお水渡されて、それプラス箱の中に入っているヤクルト的なドリンクしかないんですよね。もちろんこの後ドリンクの配布はあるんですけども、辛くないことを祈っていただきます。キャベツもお肉も美味しそう。全然辛くない、よかった。キャベツも甘くて美味しいですし、鶏肉も全然くどくない。これ何の味だろう。トマト煮かな。ただそんなに主張が強くないので、ご飯の甘みの方が勝ってるよこれ。すなわち何が言いたいか、めちゃくちゃ美味しいんですけど、これはいいね。前回乗った時もなんでこの金額でやってんだろうと思ったんですけども、今回もそうなんですよ。今回も GoTo ゲートのサイト使って予約しておりまして、アモイ航空から直で買うよりも2000円から3000円ぐらい安かったんですよね。 GoTo ゲートの中で見ると運賃が2000円ちょっとだったんですよ。この中にアモイ航空から GoTo ゲートに支払う手数料とかも入っていると思うので、そう考えたらマジでこの路線利益度外視ですよね。採算、税金も1万円超えなんですけれども、運賃ベースで見ると2000円台ですからね。でこの金額でさらにホテルまでついてますので、ホテル側に払う金額もあると思いますよ。で税金はさすがに航空会社が代わりに払ってるだけですよね。なんですって考えたら全く利益取れない、むしろ赤字だと思うんですよね。ただ乗ってる僕からしたらありがたい限りなので、こういう航空会社は今後も増えてってほしいですよね。とりあえず機内食が思った以上に美味しいので、今回マジで大満足なんですけども、願わくばドリンクも一緒のタイミングで来てくれたら嬉しかったんですよ。ヤクルト的ドリンクでまずは我慢したいと思います。本当に美味しい機内食ありがとうございます。ごちそうさまでした。機内食うまかった。ちなみに今日一番最後の座席、最高列座席ですけども、リクライニングできます。ほんの気持ちです。気持ちリクライニングできます。そして運賃の部分またお話したいと思うんですけれども、今回は2256円なんですよ。運賃はそれに所税が11110円、合計の金額13366円です。やばくないですか。運賃ベースで見たら2256円ですからね。この中に機内食もそうですし、自宅で荷物も入ってますし、あとはホテル代乗り継ぎの分も入ってますので、
アモイ航空これ利益出してないですよね。アモイ航空で買うと1万5000円ぐらいで、今回 GoTo ゲートのサイトでしかも前日買ってます。昨日買って1万3556円です。 GoTo ゲートなどの OTA 向けにIIT だとかそういったツアーの運賃とかで下ろしたやつの売れ残りをさばくとかそういう目的なのかな。そこまでは詳しくことは分かりませんけども、いずれにせよ 13,366円でアモイからもう一区間ついてきますからね。これは安すぎて本当に消費者の立場からするとありがたい限りですけども、一方こんな運賃でやっていけるのかっていう心配もあります。この動画が出る頃にはもうサーチャージ上がってますけれども、今日は11月19日、12月1日からサーチャージ、さすがのアモイ航空も数千円ぐらい上がってしまうので、ここまで激安運賃は今後見れないかもしれませんけれども、仮にこれが2万円だったとしても、台北からアモイ経由どこかが2万円って考えたらものすごく安いですよね。本当に嬉しい限りではあります。ちなみに今回は1泊だけアモイでしようかなとは思うんですけれども、2泊や3泊ストップオーバーもできるんですよね。ただし乗り継ぎ用のホテルは1泊分しか出てきませんので、この点ご注意ください。2泊3泊しても金額はそんなに変わりません。自分でホテルを手配すればアモイだとか、あとは班長とか福州とかいろんな場所で乗り継ぎホテルの無料提供ありますので、皆さんもアモイ航空乗る際は日をまたぐフライトであったり、8時間以上かな、乗り継ぎ時間が長いとホテルか、あとはラウンジの提供もありますので、かなりおすすめです。なのでね、また今後もアモイ航空どんどん乗っていきたいなと思います。高度も下がってきました。着陸のためのシートベルトサインも点灯しております。そしてアモイの街並みも見えてきました。ここからはアモイの夜景ちょっと見えておりますが、夜景とともに中国入国についてお話ししたいと思います。現状は中国入国する際ビザ必要なんですけれども、私ビザ取っておりません。今年に入ってもう4回5回ぐらいは中国入国しているんですけれども、その際は全てビザ免除プログラム使っております。それが何かというと、一言で言うと24時間以内の乗り継ぎ、あとは144時間以内の乗り継ぎ、この2パターンにおいてビザが免除されるんですよね。その際は入国カードではなくてこっちの臨時の通行書書きますので、おそらくほとんど飛行機の中で配ってると思いますので、臨時の通行書くださいと言えば来るのかと分かりますので、普通の入国カード書く際はいりません。これ、逆もそうなので、もし普通の入国カード書いてしまったら書き直しになりますのでお気をつけください。2つありますので紹介します。1つ目、24時間以内の乗り継ぎビザ免除、これはもう単純明快です。24時間以内に中国出てくださいということなので、フライト時間の到着が例えば夜の12時だとしましょう。それまでに出てくださいということなので、丸1日自由に使えます。しかもこれはもう極端な話、どこから出てもいいんですよね。なので一番遠いところだと海南島に入って中国から出る便、その後中国国内線乗り継いでカシュガルだとか新疆ウイグル自治区ウルムチだとか、ここら辺から出国しても OK なんですよね。なので24時間以内に出てくれっていうのが24時間以内のルールになりまして、もう一つは144時間以内はこれちょっと面倒というは面倒なんですけど、まず第一条件としては出発地から中国を経由して第三国に向かう場合なので、東京から中国経由大阪、これダメなんですよね。東京から中国経由ソウルとか、こんなのでも国が変われば OK なんですけども、同じ国を出発地として到着、同じ国を出発到着としてはできません。そして今旋回しております。これを使うと144時間以内の乗り継ぎがビザ免除になります。空港によっては若干違いまして、これが96時間になるところもあるんですけれども、この場合は近隣の空港しか出られないので、例えば上海に入ったら上海から出るだとか、あとは近くの班長広州から出るとか、こういった使い方では OK なんですけども、北京に入って例えば東京北京
で北京から上海に移動して上海からソウル、これはダメなんですよね。近いところならいいんですけども、北京上海は遠すぎるので24時間以内の乗り継ぎであれば OK なんですけども、144時間以内の場合はできませんのでお気をつけください。これをうまく活用すれば実質ビザがなくても中国旅行を楽しむことができますので、皆さんもぜひアモイ航空もそうですし他の航空会社使って中国ちょっと行きにくいなって思ってる方多いかもしれませんけども、実際は全然問題ありません。今年私も中国 4,5 回入国しておりますが、全てビザ免除で入っております。それではもう旋回もすごいところまで来ておりますね。海ももうそろ終わりです。中国アモイの夜景が見えているような状況なので、いやかなり綺麗だね。あとはアモイの近くに金門島だったかな、台湾の島があるんですよね。もうめちゃくちゃ近いですよ。そこも行ってみたいですし、前回はただただアモイで寝ただけなので、今回はどこまでできるかはちょっと分かりませんが、できるだけ楽しんでいきたいなと思います。それでは私も着陸の準備したいと思います。もう間もなくアモイ到着です。これ真ん中に映ってるのって台湾の金門島になるんですかね。もしこれが金門島だったら相当アモイ近いよ。この対岸のビル群アモイですからね。そんなわけないでしょ、さすがに金門島まで行ったことないですし、むしろ台湾の離島って実は一回も行ったことないんですよね。いつの日か行ってみたいです。もう間もなくアモイ到着です。谢谢，拜拜，拜，谢谢，谢谢。ついにあれがなくなったよ、健康調査の QR コード。毎回今まで作ったんですけど、あれなくなりました。そしてこの紙もここにあります。イエース、
入国しました。この後はホテルの予約急いでいかないと。前回の時は迷ったんですけども、国際線の場合は出て右、国内線到着された場合は出て左側、サービスカウンターありますので、そこで受付があります。今日はどんなホテルになるのでしょうか。前回もでもまあまあ悪くなかったんですけどね。そしてオレンジジュース、いやいいね。これいくらだっけな、まあ、後でチェックしましょうか。まずは先にホテルの予約です。ありました、ここです。トランスファーというカウンターありますので、ここで乗り継ぎある方、ホテルの手続きを行うことができます。今日は全然並んでないのでよかった。それでは行ってきます。無事にホテル予約完了しました。それよりも誰もいない、並んでない、なんで。前回マニラから来た時は自分はプライオリティのタグがあったので荷物すぐできて来たら 3,4 人待ち、後ろ見たら10何人待ったんですけども、ご覧いただいている通り誰も待ってないんですよ。後ろに一組いるだけ、なんで。ほとんどの人がアモイが最終目的地なのかな。少なくとも入国の時にいた隣の韓国人いたんですけども、明日多分乗り継ぎありますよね、まあ、推測ですけども。ってことは知らない人が多いのかな。もったいな。ちなみにこれラウンジでも OK です。ホテルまたはラウンジが無料で使うことができます。今回のホテルはアモイ航空なんちゃらホテル、レイクサイドホテルになります。あーってことは前回泊まったところも湖の近くだったので、おそらく今回もそこなんじゃないかなっていう気がします。ちなみにタクシー代は自己負担です。もちろんメトロで行ってもいいんですけども、今回はタクシーかな。とりあえずホテルの場所確認しましょうか。ホテルの予約終わったら今ずらーっと皆さん並んでますわ。なので多分僕の荷物、優先荷物が先に流れて、そこから一般の荷物時間経ってって感じかな。なので前回来た時のマニラからの便と同じような光景が広がっておりました。こういう時上級会に良かったなと本当に思います。というわけで今回はアモイ航空のフライトを使いまして、台北ソンシャン空港からやってまいりました。いろいろと振り返ると本当にね、突っ込みどころがいっぱいあるんですよね。無事にホテルの予約も完了したんですけれども、調べてみたら今日のホテル1泊1万2000円です。それが無料なんですよ。もうわけわかんなくないですか。飛行機代もう1本ついてます、アモイからのフライト。どこ行くかは次回の動画でご確認ください。それで1万3000円ですよ。ホテル代なしだって話ですよね。飛行機代なしだって話ですよね。なので実質ホテルが無料、いやいやホテルはもう無料なのか、飛行機代も実質無料みたいな、わけのわかんない状況になってますよね。利用者としては嬉しい限りです。それでは今回のフライトを振り返っていきましょう。実は今日のフライト当日発見してます。今日の夜0時ぐらいに発見したチケットで、 GoTo ゲートというサイトから予約しました。以前から僕このサイト使うことが多いんですけれども、直近の利用であれば特に何の問題もなく乗ることもできましたし、ただしサポート部分がかなり脆弱なので、いつも言ってるのが先の日付だとか変更する可能性があるよという時はちょっと難しいかもしれませんけども、確実に乗るよだとか直近のフライトであれば利用する価値があると思いますし、公式から予約するよりも2000円以上安く取れましたし、公式から予約してないにもかかわらずホテルも無料で泊まることができますので、もう至れり尽くせりですよね。今回のアモイ航空、前回もそうですけれども、共に GoTo ゲートで発見したからか分かりませんが、座席指定が有料だったりだとか、オンラインチェックインができなかったりだとか、ちょっと不便があるところではあるんですけど、やっぱそれを上回る激安価格がカバーしていると思いますので、まあ、全然気にならないかなという感じです。これ高かったらおいおいおいってなりますけども、この金額だったらもうね、文句も言える筋合いがないです。それぐらい良かったなっていう気がして、今日の便130人ぐらいでチェックインカウンターでは言ってましたけども、あれ多分ね150人ぐらいは乗ったと思います。搭乗率も8割以上超えてたんですけども、今回なんとか地獄から天国に繰り上がりました。空港到着も遅かったということもあって、窓が確保できるかわからないと。でチェックインする際にパスポートも含めて全ての荷物、僕はコインロッカーに預けてたので、まずパスポートを休止するところから始まったんですけども、その影響かわかりませんが、私は人の時気づきませんでしたか、真ん中席になったんですよ。おいちょっと待ってよということで、もう諦めてたんですけども、最後の最後搭乗口で逆転満塁ホームラン打つことができました。本当にありがとうございます。なのでね、ここの部分、まあ、搭乗率高いのでしゃあないといえばしゃあないんですけれども、オンラインチェックインだとかこれができればねもっと楽になったんですけども、残念ながらオンラインチェックイン対応していないので、実際に空港に行く必要がありますので、この点だけお気をつけください。あとは上級会員のステータスあったんですけども、結構まごまごしてるような感じで、いやお前は荷物一つしか預けられないとか、
もう一般会員の次何言ってるんだみたいな対応されたんですけども、確認して、あ、ごめんなさいと、あんたは上級会員だからいろいろと優遇しますよということで事なきを得たので、今回はスーツケースとカバンもう一個増えたんですよね。なので無料で預けることができたんですけども、これが一般会員だったら追加費用かかったので、なんとか無料で預けることができたので、本当にその部分は良かったなっていう感じがします。あとはラウンジが使えない上級会員だったので、今回ソンシャン空港のラウンジは使えませんでしたので、詳しくは過去 ANA 便に乗って小野田さんと一緒に帰ってきた時の、そこで詳しく台北ソンシャン空港の中も含めて紹介しておりますので、そちらもぜひご覧くださいませ。今日の便7時45分発ということで遅い便だったんですよね。もう一便福州という場所行きのアモイ航空の便があるぐらいだったので、チェックインカウンターもアモイ航空以外のところはもう閑散としているような状況で、あんな閑散としたソンシャン空港初めて見たなっていう気がします。あとは思ってた以上に機内食美味しかったです。前回のマニラアモイ館は軽食だった記憶があるんですよね。なので今回もそんな感じなんだろうなと思ったら、がっつり機内食できたし、しかも美味しかったんですよね。あれ大満足。 あとドリンクサービスなかったですね。前回あったような気するんだけどな。今回ドリンクサービスがなく、 お水とヤクルト的なドリンクだったんですけど、まあまあまあそれでも十分機内食美味しかったし大満足ですし、なんて言ったって値段がめっちゃ安いのよ。1万3000円ぐらいで1万2000円ぐらいのホテルがついてきて、もう一フライトあるんですよ。もう訳が分かりません。もう実質無料で乗れてるような状況なんですけども、本当にありがたいなと思います。そしてこの後ホテル来ますが、詳しくは次回の動画でご確認ください。 あと最後に今回入国の際別室送り食らいました。僕のパスポートが、まあ、何でかは分からないんですけど、多分 IC 壊れてるからとは思うんですけども、ちょっと待ってろって言われて、パスポート持って別室にパスポート行かれて、5分から10分待って、はいお待たせって、なんとか入国することができました。受託で荷物出てくるの結構遅いです。前回もそうだったんですけども、今回一番最後に降りて一番最後に入国審査を受けて、そこからパスポートの別室送りがあって5分ぐらい待たされて、ちょうど荷物が流れてきたところだったので、結構待つと思いますね。この点お気をつけください。で、待った先にホテルの予約、ま、並びます。なので早めに行くことをお勧めします。到着地出て右国際線、国内線の場合出て左トランスファーカウンターありますね。そこで手続き、パスポートと搭乗券さえあればできますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画以上です。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のにかけは皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。